こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人のリュックについて皆さんにですね、おすすめをご紹介してみたいなというふうに思っています。僕のこちらのチャンネルですとか、あとはメンバーシップのチャンネルですとか、そこにはですね、日々いろんな質問がやってくるわけなんですが、その中で結構多いのは、大人の男性はどんなリュックを持てばいいですかというものなんですね。結構ですね、バッグについてどんなものを選べばいいのか悩んでる方が多いかなと思ってるんですね。その中でもリュックというと、本来はですね、かなりカジュアルなアイテムなので、あまりですね、大人の男性には推奨されなかったものなんですね。ところが最近はですね、だんだん着こなし自体がカジュアル化してきている流れの中で、もちろん私服の中でもリュックは扱いますし、それだけではなくてビジネスカジュアルのシーンでも結構ですね、リュックを使うという方が増えたんですね。ですので今ではしっかりと物を選べば、バックパック、リュックであってもですね、大人の男性にも似合いやすいのかなというふうに思っています。ただですね、ここで一つ問題点があって、大人の着こなしに似合うようなバックパックってそんなに選択肢が多くないかなと思ってるんですね。特に僕がですね、普段ご提案しているようなスタイルというのは、基本的にベーシックで色ですとか柄とかは派手なものを使わないので、そういった着こなしに合うようなバックパックというとかなり絞られるかなと思ってますので、今回はですね、大人の男性にもですね、カジュアルでもビジネスでも使えるようなかなり使い勝手のいいものを厳選して選んでみましたので、よかったら最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。そちらのチャンネルでは皆さんからのご質問にもどんどんお答えしてますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にどんなリュックがいいのかをですね、皆さんに解説をしたいなと思ってるんですが、その前ですね、一つ大切なことをお伝えしたいなと思っています。リュックというのもですね、様々な価格帯があるんですね。安いものだと、例えば身近なところで GU だとかユニクロだとか、あとは無印良品だとかグローバルワーク、このあたりがあるんですけども、今回ですね、こういった低価格のものはあえて選ばないようにしました。これはなぜかというと、リュックとかバッグというのはですね、結構小物の中でも目立つので、そういったものをですね、なるべく安い金額で抑えようとするよりは、1個だけあれば十分なので、ちょっと頑張ってしっかりとしたものを揃えた方が全体のバランスが取りやすいからなんですね。お洋服に関してはいろんな価格帯をミックスしながら構成することが大切で、その中でユニクロだとかグローバルワークだとか、もしくは GU なんかをミックスするのもいいかなと思うんですが、バッグに関しては僕はですね、ちょっと投資をした方がいいかなと思うので、今回はお手頃なところよりは少しですね、価格帯を上げて、だいたい1万円から2万5千円ぐらいのレンジの中で皆さんにご提案をしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで早速一つ目から紹介したいなと思ってるんですが、一つ目のジャンルとしては少しですね、スポーティーな雰囲気のものなんですね。これは僕の私物を持ってきたわけなんですが、こちらですね、アークテリックスの、これはですね、マンティス26というシリーズなんですが、これはね、かなり使い勝手もいいですし、オンオフともに活躍してくれるようなバックパックなのかなというふうに思っています。僕がこれを買ったのは今から2年ぐらい前で、どういった用途で使ってたかというと、子供がですね、2人いまして、まだちっちゃいうちはおむつとかですね、いろんなものを持ち運ぶ必要があったので、その時にですね、こういったバックパックがあると両手が空くのですごく便利だったんですね。そこで最初はですね、無印良品のバックパックを使っていたんですが、結構毎日使うものだったので、少しですね、奮発していいものを買おうということで買ったのがこちらのアークテリクスのバックパックになっています。26リットル入るということで、かなりですね、容量は大きくて、これはですね、使い勝手がいいかなというふうに思っています。一応ですね、こういった形でパソコンも入りますので、1泊2日とか場合によっては2泊ぐらいでもですね、十分このバッグで旅行に行けちゃうぐらいの容量なのかなというふうに思っています。もちろん仕事使いでもいいですし、ポケットもいっぱいあるので、登山だとかアクティビティの時にもですね、活躍してくれるバックパックとしてはすごく便利かなというふうに思っています。こういったアウトドア系のブランドで言ったら、アークテリクスか、もう一つ二大巨頭でノースフェイスというブランドがありますが、
結構ノースは持ってる方が多いので、個人的には人と被らないようにアークテリクスがすごくバランスがいいのかなというふうに感じています。まあもちろんですね、ノースフェイスも NG というわけではないので、その2択か、もしくはですねブリーフィングというブランドがありまして、まあ、結構ですね価格帯は高いものも多いんですけども、結構グリーンレーベルとのコラボレーションモデルがですね2万円前後ぐらいで買いやすいので、こちらもスポーティー系のバックパックとしてはすごく使いやすいかなというふうに思っています。まあ、どちらにしても色とかデザインに関してはシックなものがいいかなと思ってまして、今回ご紹介するバックパックは全てブラックになっています。まあ、リュックというだけでカジュアルなので、そこにですね色で遊んでしまうとなかなかコーディネートを選んでしまうので、オンオフ両方で使うのであればもうブラック一択で、なるべくですね装飾が少ない方が使い勝手はいいかなと思うので、まあ、このあたりですね、スポーティーなものであればアークテリクスか、もしくはブリーフィングか、この2択で選んでもらえるとすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、超王道のリュック型のものなんですが、スタンダードサプライのですねバックパックなんですね。これは見た目的にはですね、無印良品だとかユニクロにでも置いてありそうなごくごく普通の形なんですが、素材の質感だとかサイズ感だとか細部のバランスにおいて非常に完成度が高いので、ファッションが好きな方が見てもですね、これはいいバックパックだなというのが感じられるような名品かなというふうに思っています。まあ、先ほどもお伝えした通り、結構ですねユニクロとか無印のバックパックでも十分にですねバランスがいいものをたくさん出てるんですね。ただデザインがシンプルなだけにですね、素材の質感だとか細かなデザインの違いというところが結構大きな差になってくるかなと思いますし、やはりですね少し価格帯のいいものを持つことで気分が上がるというところもあるので、スタンダードサプライのバックパックはですねすごくそういった地味なんだけども満足感の高いようなバックパックとして個人的にはお勧めしたいものかなというふうに思っています。僕もですね普段のスタイリングの中でこういったバックパックが欲しいという場合にですね、結構このブランドをお勧めすることが多いんですが、エストネーションをはじめとした様々なセレクトショップで展開がありまして、結構ですねセンスのいい男性が持っているイメージも強いので、ぜひですねこのブランドは頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。本当に見た目としてはめちゃくちゃベーシックなので、人との違いというところはそんなに出にくくはあるんですけども、やはりですねベーシックで使い勝手が良くて長く使いたいという方にはこのモデルというのはかなりお勧めできるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね店頭で実物を見ていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目はですね、これはちょっとコアなブランドというか知らない方、聞いたことがない方がすごく多いかなと思うんですが、ウェクスレイというブランドのバックパックになるんですね。まあ、ちょっと写真を見ていただきたいなと思うんですが、かなりデザイン的にはシャープで先進的なデザインかなというふうに思っています。一番最初にご紹介したのはスポーティーな雰囲気のもので、二つ目はもう超定番的なオーソドックスな形、そしてこの3点目のウェクスレイに関してはかなり先進的なデザインになっているかなと思っています。このあたりは好みで選んでもらっていいかなと思うんですが、デザインを見ていただくと表面にですねポケットがほとんど見えないようになっていまして、本当にシンプルで一切の無駄のないような作りになっているんですね。まあ、質感もちょっとマットで、どちらかというとちょっとですねモード感漂うような見た目になっているので、個人的にはですねこれがシャープでめちゃくちゃかっこいいかなというふうに思っています。こちらもですねセレクトショップのエストネーションで実物を見て、なかなかこれはいいなと思ってですね、僕自身も何度かお客様にですねご提案したことがあるんですが、まあ、使い勝手においても非常に良くて、まあ、本当にですね今っぽい作りのですね、まあ、非常に使い勝手のいいテック系のですねバックパックになってまして、もちろんこれはですねオフも活用することができるんですが、オンでもビジネスカジュアル的なジャケットスタイルにも相性がいいかなと思うので、結構個人的にこれは素敵なのかなというふうに思っています。まあ、ちなみに取り扱いがあるショップとしてはエストネーションだとか、あとはグリーンレーベルとかでもですねこちら取り扱いがあるので、ぜひ実物を持っていただきたいなと思ってるんですが、ちょっとですね他のバックパックとは異なるようなストイックな雰囲気が漂うバッグなので、ぜひ皆さんもですね選択肢の一つとして検討していただければなというふうに思っています。
はい、ということで今回の動画では大人に合うリュックはどれなのかということで、具体的にですね3つから4つご提案させていただきました。まあ、スポーティーな雰囲気がいいのか、それともスタンダードなものがいいのか、もしくはちょっとこうアクセント的になるような先進的なデザインがいいのか、このあたりはですね人によって全然ですね似合うものが変わってくるかなというふうに思っています。まあ、個人的にはですねなかなか選べなくてどれもいいなと思っていまして、まあ、アクテリクスのバックパックに関しては外遊びですごく便利だったりするので、アクティブに使いたい方にはおすすめかなと思いますし、よりですねベーシックで様々な機会にも使いたいというところであれば、スタンダードサプライのねあのベーシックな地味なかっこよさ、かなりですね個人的にもしっくりくるところがあるんですね。ですので個人的にもちょっと欲しいなという感じはしています。そしてなんかバックパック自体でちょっとアクセント要素を取り入れたりだとか、ビジネスカジュアルの中で使うのであればウェクスレイがですねすごくバランスがいいのかなと思うので、このあたりはですねぜひ皆さん実物を見ながらですね検討していただけるとすごく便利なのかなというふうに思っています。まあ、バックパックはですね先ほどもお伝えした通り1個あればもう十分かなと思うので、ぜひ皆さんもですねユニクロだとか無印ももちろんいいんですが、そういった価格帯のものでまずは使い勝手を試して、次に買い替えるタイミングであれば今日ご紹介したような3点から4点ぐらいのですねしっかりとしたバックパックを持っていただけると、オフだけではなくてオンにも使っていただけるかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また先日からですねボイシーというアプリの中でラジオ番組をスタートさせました。まあ、週に 3,4 本ぐらいのペースで耳だけで学べるですねファッションのヒントを皆さんにお届けしてますので、こちらの方もですね気になる方は下のリンクからチェックをしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。